四度高橋は大韓民国不山広域市中区と対岸の四度区を結ぶ全長214.63メートル、幅18.3メートルの橋。1931年3月8日に着工し、1934年11月23日に完成した稼働橋であり、稼働部の長さは31.3メートル。四度橋飛べ機能を失っていた時期には、 水道管も設置されていた日本統治時代、宅地化が進んだ牧島と市内とを結んでいた、渡し船に代わる手段として架橋が計画された。しかし、この水路は、富山港内の重要な輸送路であったため、総運業者の反対が起こり、大型船の通行を確保するために戸部海峡として建設された。建設時の正式名称は、富山大橋、朝鮮唯一の飛べ海峡であり、 不山名物と称された。1935年2月には、不山市電が、牧島停留所まで延長され、橋の上を通過した。朝鮮戦争時には、この橋のたもとに避難民が多く暮らすようになり、避難民の悲哀を歌った、元気都市の歌謡曲、頑張れクムスナにも橋の情景が織り込まれている。その後、機械の老朽化や、水道管設置などのために、 橋の開閉は1966年8月末日を最後に行われなくなり、機械装置も撤去された。1980年には、交通量の増加と通行車両の重量化に対処するため、東隣に新たな不山大橋が建設された。これに伴い、この急橋の正式名称が四毒大橋に改められた。 橋の北側にあった富山市庁舎土地の再開発が2000年に始まると老朽化した橋の撤去も持ち上がった。これに反対する運動も展開されて激しい論議が行われ、最終的には保存が決定された。2006年11月22日には富山広域指定文化財第56号に指定された。補修、拡幅と飛べ回機能の復元工事が進められ、 2013年11月27日に観光した1日に1回飛べ会を行う。ありがとうございます。